はいどうも、生物観察の鬼です。これは私が自宅で飼育しているキアシナガバチオスです。採取から1ヶ月弱経過して、小さかった幼虫ちゃんたちもどんどん大きくなってパンパンになってます。あの子なんてもう育房に収まりきらなくてはみ出してます。この巣はまだ女王バチ1匹だけで、まあ眉が4つある状態なんですけど、そのうちの1個はなんか色ついてて蜂の顔が見えてます。もうすぐ働きバチが羽化して出てきそうです。そんな状況だったんですけど、残念ながら女王バチが過労死してしまいました。今朝巣の様子を見たら、昨日まで巣についてた女王バチが殻尽きていました。よくあることなんですよ。初期のアシナガバチの巣は女王バチが全ての仕事を一匹でこなします。ワンオペ育児なので非常に過酷なんですね。巣の初期に女王バチが事故死してしまったり、天敵に食べられたり、あるいは過労死してしまったりして滅びてしまうことは非常に多いんです。もうすぐ働きバチが羽化してきて、この子も楽になるかと思ったんですけど、それまでにお亡くなりになってしまいました。非常に残念です。これが自然界だったらこの子たちはもう餓死するしかありません。でもこの子たちにはママが亡くなっても私がいます。まあ別にアリの餌にしちゃってもいいんですけれども、わかりますか、あそこ目の前にちっちゃい幼虫ちゃんと卵がありますけど、その奥蜂っぽい色が見えてますよね。もうあと何日かしたらあれが羽化して出てくるんですよ。働き蜂が出てくるの。働き蜂が羽化してきたら、働き蜂がこの子たちを面倒を見てくれます。私はそれまでの間この子たちのお世話をすればいいんです。数日間なので、過労死したママの代わりに数日間だけ私がこの子たちをママになってあげます。幼虫ちゃんたち、今日から私がママよ。あらあら大変、この子たちお腹を空かしているわ。ほらあの子なんて身をよじってママにご飯をおねだりしてるわね。大丈夫よ、ママに任せなさい。じゃあママが手料理作るわよ。これはハチノスツズリガの幼虫、ハニーワームという名前でアマゾンで売られているわ。この子たちはハニーワームが大好きなの。ママは何でも知ってるわ。これはそのハニーワームを冷凍庫で凍らせたもの。まだ少し凍っているわね。でもこんな小さいのすぐに溶けちゃうわ。このハニーワームちゃんたちをこちらの関孫六でみじん切りにするわ。細かく方向も変えて切り刻むわよ。アジの叩きを作る要領ね。本題のママは大顎で芋虫を噛み砕いて肉団子にして、それを少しずつちぎって幼虫ちゃんたちに与えていたわ。ママには鋭い大顎はないけれども包丁があるので、これを使うわ。だいぶ細かくなったわ。細かく刻んだことで解凍も進んで、もう完全に溶けたわね。ではこのハニーワームのミンチを幼虫ちゃんたちに与えていくわね。バブちゃんたち、ママの手作りミンチよ。よく噛んでお食べなさいね。あら、ものすごい速さで飲み込んでしまったわ。よほどお腹が空いてたのね。かわいいわね。次はあなたにあげるわよ。しっかり味わってお食べなさい。もごもご食べてかわいいわね。美味しそうに食べてるわね。まだまだミンチはあるわよ。足りなくなったらまた作ればいいだけなんだから。ほら坊や、ママの手作りミンチよ。坊やはいないわね。この子たちはみんなメスよ。坊やが生まれてくるのは夏の終わりぐらいからね。もう卵を産むママがいなくなってしまったから、以上お嬢ちゃんたちは生まれてこないわ。怖がり、私のかわいいお嬢ちゃん。これから羽化してくる子たちが卵を産むことがあるんだけれども、働き蜂はオスしか産めないわ。だから今いるこの子たちの寿命が来たらこの巣はもう終わりね。だって男の子は全然働かないんですもの。もういいかな、この喋り方しんどくなってきた。自分でさ、これ編集して絶対気持ち悪くなると思うのよね。普通に喋るわ、もう疲れてきたんで。こんな喋り方するママおらんやろ、もう今日ね。ママっちゅうかおかんでいいわ。もうほらほら、あんた食べ、あんたも食べ、ほれしっかり食べな、大きくなれへんで。あれもあんたそんなブリブリになってしもて、お母ちゃん面倒見きれへんで、あんたみたいな。しっかり食べ、はいお前作ってさなぎになり。あんた脱皮したやん、さっきまで頭黒かったのに。あんた脱皮したやん。わかりますか、この下の方になんか黒いピッてあるものが、あれ抜け殻なんですよ。あ、マジか。本当はね、この脱皮した抜け殻とかもママが処理してたんでしょうけども、さすがにちょっと私には無理ですね。まあ一通り与えていきましょう。ほらご飯でちゅよ、はい食べてくだちゃいね。ちょっとずつちぎるのがめんどくさくなったんで、一回塊になってます。ほらお食べ、あー落としちゃった。ほらお食べ。包丁でみじん切りにしたやつでもちゃんと食べてくれますね。昆虫ゼリーあげてもいいんですけど、昆虫ゼリーってね、あんまり良くなくてうまく飲み込めない子とかがいるんですよ。なので芋虫をミンチにして与えるのが無難です。僕は脱皮したてなんで、もうちょっと時間を置いて頭が黒くなって固まってからあげましょう。今あげてもうまく食べられないと思いますので。ちっちゃい子に与えるのが難しいねんな。どかへんしやな。早く食べて大きくなって、ちっちゃいと餌あげるの大変やから。すごいよね、ママはこういうちっちゃい子にも器用に餌与えとったんやもんな。母は偉大ってことよ。3匹で全然足りるな。余ったのを食欲旺盛な子たちに与えていこう。ほらお食べ、お食べ、おー食べとる食べとる。この食べっぷりがいいのよね。見とって気持ちいいわ。ほらほら食べ食べ、お食べお食べ、君も欲しい。という間に吸い込まれていく。すごい食欲。ほら
ね、すごい食欲でしょ。この子ほんとパンパンやな。早く眉になってほしいわ。世話するの大変やから、早くさなぎになって、早くさなぎになって浮かして、働いて、お母ちゃんなくさして。あの子も脱皮しましたよ。ほら、さっきまで頭黒かったのに白くなっとる。餌をいっぱい食べて脱皮しちゃったみたいです。餌やるの大変やぞこれ。ママも楽じゃないわ。はーい、ご飯でちゅよ。しっかり食べてくだちゃいね。早く食べて大きくなるんでちゅよ。マジで早く大きくなってほしいわ。過酷やわ。そりゃ女王蜂も過労死するって。ワンオペ育児は大変やわ。おお、食べとる食べとる。すごい食欲やわな。あっという間に吸い込まれるもんね。おお、おお、ほら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 、あっという間に吸い込まれちゃうのよ。すごいでしょう。ブラックホールみたいにね、餌が吸い込まれていくんですよ。まだ欲しそうにしとるな。食べる？ハニーワーム追加します。よっしゃ、できた。さ、与えましょうか。はい、ご飯でちゅよ。あー、食べてまちゅね。かわいいでちゅね。いっぱい食べまちゅね。お食べ、いっぱいお食べ。すごいすごい、吸い込んどる。もう飲み込むようにして食べとるよ。かわいい。そうや、ちょっと冷房止めよう。部屋が涼しすぎるんで冷房止めました。昆虫は外気温と連動して体温が変わる変温動物なんですけれども、変温動物は適温域だったら暖かい方が早く成長が進むんです。暖かいと代謝が活発になりますからね。だから部屋の冷房を切ると室温が上がって早く発生が進むというわけ。そうすると働き蜂も早く出てくるんですよ。ワンオペ育児は辛いですからね。早く働き蜂が羽化してこないと今度は私が過労死してしまいます。おお、すごい勢い、すごい勢いで餌が吸い込まれた。この子お腹吸い取るな。追加でもうちょっとあげよう。すごい勢いで餌を吸い込んでいきます。ほら、すごい早い。お腹空いてるんでちゅね。このパンパンのやつにも、こいつには早くサナギになってほしい。こうやって餌あげると愛着湧いてくるね。もうアリの餌にはよせんな。アリはハチの子が大好物なんですけどね。こうやって餌あげちゃうともう情が湧いちゃってアリの餌にはできませんね。ぐいぐい食べてくれ。このちっちゃい幼虫むずいぞ。早く浮かして今回な。でもさ、この奥のやつが浮かして出てきたら、あ、動いとるやん。浮かしとんじゃない。これ出てきたらさ、この幼虫とこの卵どうなるんやろな。ちょっと気になるけども。早く食べて大きくなってくれ。ママも楽じゃねえのよな。一通り与え終わりました。なんか心なしか幼虫ちゃんたちが少し大きくなった気がします。あー、なんかパンパンでうまそうだな。シナガバチの幼虫って美味しいからね。お、まだ食べとる。あ、なんかちょっと皮が残っちゃっとったか、ごめんね。食べにくいね。でもそれでも飲み込めるんですね。飲み込んじゃいました。多少皮とか残っとっても飲み込めるのね。自分で育児体験してみて、女王蜂がいかに大変だったか思い知りました。早く働き蜂出てきてほしいです。夏になってきて私も忙しいので、ずっと付きっきりでこの子たちの面倒を見てあげられないんですよ。頼む！早く浮かして出てきてーな。頼む！とは言っても、この子たちにはもう私しかいませんから。働き蜂が浮かして出てくるまでは私しかいないので、それまではきっちり面倒を見ます。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。